はい、K2 東京 JP です。今日は FW200 の GPS 機能時のホバリングの様子をお見せします。はい、最初は、ステーブルモード、つまり、初心者モードと呼ばれるモードでの飛行で、まあ、この日はそれでもちょっと風が強いので、少しやりにくかったです。はい、次はビギナーズ 3D、 つまりスマートアクロモードと呼ばれるモードでの飛行ですが、まあ、GPS が一応効いてますけれど、この程度のホバリングではあまり関係ないです。